ゴールデンウィークの終盤は全国的に雨となりそうですね。そうですね、最後の2日というのが雨のところが多くなるというふうに見ております。はい、1週間の天気図を見ていきましょう。5日こどもの日はまだ高気圧の勢力が日本付近に残りまして、低気圧前線離れておりますので比較的日差しの届くところが多くなります。ただこの低気圧前線6日になりますと日本海に進んできまして、7日にかけて日本列島を通過していくということで、5連休最後の2日、6日7日は広い範囲で雨が降るということになりそうです。でこの雨の降り方見ていきますと、はい、南から暖かく湿った空気流れ込むような形になります。高気圧の縁を回るような形で前線に向かって南からの湿った空気流れ込むため、周囲では雨雲が発達しやすくなるといった状況です。前線に沿うような形で雨が予想されておりまして、前線の南下に伴ってこの雨の範囲もゆっくりと南に降りてくるということになります。はい、6日の土曜日は北日本から本州の日本海側を中心に雨が降って一時的に強く降るといったところが出てきます。そして7日になりますと、はい、前線が太平洋側にだんだんと降りてくるということで、雨雲の位置も南に降りてくるということになります。最終日北日本では天気回復傾向なんですけれども、関東から西のエリアでは雨が降りやすく、湿った空気の影響を受けるようなところでは一時的に雨も強く降るといったタイミングもあると見ております。はい、このためこの最終日、そしてその前の土曜日ですね、車で、ね、移動されるような場合、路面が濡れていますと滑りやすくなったりするということも考えられますので、特に車での移動は安全運転を心がけるようにしてください。はい、最新の気象情報についてはアプリウェザーニュースからも詳しくご確認ください。